あ、次これはね、まあ、ラデンのこともっと知りたいということで、喫煙を始めたきっかけ、よければ教えてください。これはもう一つですね、喫煙を始めたきっかけは次元大輔のことが大好きだからです。うわーそうだったんだ、それでなんだ。そう、それで絶対もう二十歳になったら絶対吸うんやと思って、それがタバコを始めたきっかけやね。やっぱお揃いがいいなみたいな感じってこと？そうそうそう、夢女子としてね、ちょっとやっぱりあの次元大輔とおそろっちのタバコを吸って、まあ、あの似たようなシチュエーションでタバコを吸うみたいな。なるほど。え、じゃあ銘柄とかも同じにしてるってこと？してた。してた。最初はそれを吸ったんだ。そう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 、そうなんだね。なるほど。マルボロっていうね。うん、マルボロ。うんうん。そう、吸っとった時期だ。でもなんかちょっと違うなってなって違うのに変えちゃった。へえ、え、今吸ってる銘柄はもう言ってるんだっけ？あ、今吸ってるのはね、うん、赤ウィンストンの8ミリを吸ってる。へえ、赤ウィンストンの8ミリ。なるほど。へえ、いや、リリカは全然タバコを吸ったこともなくて、詳しくもないから。あ、吸わない方がいいよ。そうなの。そう、8ミリとかがなんかあんまりイメージできてないんだけど、8ミリって強、なんか8ミリ強みたいなこと書かれてるけど、強いとかあるの？弱いとか。わかんねえや。あ、ちなみに火をつけるときってなんかね、ターボライター、使い捨てライター、マチとかジッポとかいろいろありますけど、どれですかって質問来てたんだけど、何使ってんの？ライターです。ノーマルライター、こうガリガリガリってビョってなるやつ。そう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 。表現面白い。あのジッポはね、うん、あのカス人間なんでオイル交換ができなさすぎてちょっとジッポはね使ってないっすね。なるほどね。すいません、カスで。洗脳洗脳、コロネが洗脳、かわいいコロネが洗脳中。